どうもプロさんです。やっほー。はい、ということで今日はですね、また以前見た方は見たと思うんですけど、ファミチキ丼夢の太る飯ということで、今日もそれにちょっとねちなんで、ちょうど昨日からローソン行った時に唐揚げくんがそのレジに売られてて、あ、これうまそうだなと思って、今日は、題名通りじゃーん、全種類の唐揚げくん買ってきまして、こちらの丼にね全部乗せて食うとただそれだけの動画になります。え、唐揚げくんなんてね、ほんとね中学以来食ってないんで、これマジな話で僕が知らないの出てるんですよね。ちょっと一個一個ね紹介していこうと思うんですけど、からいただきたいと思います。なんだろう、何味なんだろう。つうか割り箸がこうやってついてんのね。あ、割り箸じゃねえわ、爪楊枝が。あ、唐揚げくん、うわ懐かしい。なんだよこれ、懐かしい。この唐揚げくんピント合わせるためになんか決めちゃってるみたいな感じな俺決めてるわけじゃないですからね、ポーズを。うん、ちょっとピントが合わないから。でいただきたいと思います。うん、いただきます。そのまま一口で、あーいい匂い、いい香り。また唐揚げくんって普通の唐揚げと違って作られた唐揚げだから、なんかまた逆にいいですよね、それが。いただきます。懐かしい。レギュラータイプかな、多分チーズ味だと思う。僕はチーズ味初めてですね。あー、チーズだ多分。ちょっとなんかこうやってチーズっぽい色してるんで、いただきます。うまい。あ、チーズうまっ。はい、続いてレッド、これ辛いやつですね。これも初めて食べます。僕はレギュラーしか食ったことないんで。すげえ赤いな。辛いの苦手だから大丈夫かな。あ、ちょうどいい辛さで。で、最後、これ初めて見たんですけど、デカ唐揚げくん。デカ唐揚げくんっていうのがあるんですね。でかいんですよ。中はね、5個だ。で、ちょっとでかいですね。一回りでかくなったような感じで、成長期って感じですね。アグモンがグレイモンになったぐらいで。いただきます。うまっ。タルタルソース味だ。やばいっしょこれ、このボリューム。全種類の唐揚げ、20個なんですけどね、本当だったら、4種類でね、これ16個乗ってますんで1個ずつ食べちゃったんで、16個の唐揚げで唐揚げ丼夢の一つ一つ味が違うと。すごいっすよこれは。ちょっとね冷めちゃったんで温めていきたいと思います。はい、すいません。はい、じゃーん、温めてきました。煙立ってないですけど、猫舌なんでね。じゃあもうどれがどれだか、レッドチキンだけわかるんですけど、それ以外はちょっといまいちわかんないですけど、じゃあいただきます。この作られた唐揚げって感じがいい。またご飯をね、うまっ、やばい。レッドチキンと合う。レッド唐揚げくんと多分レギュラーだと思う。これは楽しめるね。何が入るか分かんないみたいな、どの味か分かんないみたいな、分かっちゃってるけど、あ、レギュラーだ。うまっ。チーズとね、多分これチーズと、もう唐揚げくんマスターになってきた。チーズとご飯でいただきます。チーズだ、ご飯を掘り起こして。次はね、デカ唐揚げくんでいただきたいと思います。やっぱね、こうやって並べるとね、全然違う。でかい。いただきます。
やっぱでから揚げくんが一歩引いててる。一応から揚げ16個ぐらい入ってるんですけど、この中にご飯の量が多すぎてね、2合以上入れちゃったんで。じゃあ次は必殺、僕焼肉の動画とかでもやってるんですけど、重ね食いが好きで、じゃあこのチーズレッドとチーズを一緒に食いたいと思います。じゃあいただきます。レッド食べてチーズ、あ、レギュラーだった。やっぱね、正解だった全種類買って、やっぱね一つの味だと多分飽きるんで、いろんなねチーズとかいろいろ織り交ぜられてるんで最高ですね。で今度こそチーズとこのレッド辛いやつでいただきたいと思います。ご飯がついてね汚らしいんですけど、いただきます。あ、うまっ。皆さん、ここでですね、唐揚げくんより美味しくする方法を考えちゃった。じゃじゃーん、ガスバーナー。こちらでですね、唐揚げくんを燃やして、こちらの唐揚げくんを燃やして、食ってみたいと思います。よしよし。はい。こんな感じで燃やしました。うわー、これすげえサクサクしそう。じゃあいただきます。やば、もうこれ唐揚げくんじゃない、もう唐揚げさんって呼びたいもん。じゃあ次はデカ唐揚げくんを、いただきます唐揚げ様。唐揚げくんとね、もう仲良くなるために、もうそのままね、やっぱ邪道なガスバーナーも美味しいんですけど、そのままいただきたいと思います。もう唐揚げくんって呼ばなくてもいいぐらいの中でね、もう唐揚げって言いたい俺は。もうそういう中じゃない、もっと親密なね、呼び捨てで言い合える仲になりたいんで。レッドチキン2個食いでね、いただきたいと思います。ちょっとご飯ついてあれだけど、全然うまい。じゃあ最後一口になっちゃいました。ご飯がまだこんな残ってる、やばい。おいしい。はい。でご飯がね、まあ結構まだ残ってるんで、これは冷蔵庫見たら昨日ね、まだレトルトのカレーが残ってたんで、カレーをかけてねいただきたいと思います。じゃあって、やっぱ唐揚げの後はカレーみたいな。あ、おいしそう。なんか美味しそう。給食のカレーみたい。いただきます。ヒーヒーだからうまい。カレーが冷えてる。めっちゃうまい。
久々だカレーこうやってかけて食ったの。いつもなんか分けて食ってるんで。今日めっちゃ冷えてるんですよ。触ってみてください。うん、そう、間違えた。めっちゃもう僕カレーは冷えてる方が好きで、ほんと冷え冷え。はい、最後はね、ポテチをね、まあ、乗せて一口食べたいと思います。ポテチ、ガーリックのポテチなんですけど、美味しいんですよこれ。こうやって食うの、よく大学生時代にね、こうやって食ってた俺は、おかず代わりに。うん、あ、サクサクがうまい。ということで、またお腹いっぱい。いっぱいいっぱいタオパイパイ。ということで、まあ筋トレ後のやっぱご飯は、お腹空いてる時のご飯はね、まあ最高ですね。まあたまにはこういったご飯もいいんじゃないでしょうか。ということで皆さんも良い食事を。またバイバイ。ごちそうさまでした。